こんにちは。前回の動画から時間が空いてしまったんですけれど、8月7日に無事カフェトケイと梅麦をオープンすることができました。本当に来てくださった方、遠くからメッセージを送ってくださった方、本当にありがとうございました。8月7日はオープンが11時からなんですけれど、10時半ぐらいから並んでくださった方がいて、暑い中本当に嬉しかったです、ね、あのカフェもちょっと途中ご案内できないタイミングがあったりしたんですけれど、また次の日とか別の日に初日来た方がもう一度来てくれたりして、ね、本当にそれも嬉しいです。ありがとうございました。8月7日は本当に反省と後悔だらけで、なんかちゃんとお客さん一人一人とあんまりお話しする時間がなかったりとか、あとレジでねお待たせしてしまったりとか、編んだものをね身につけて来てくださってる方がいたのに、全然それに多分気づけてもいなかったりとか、ね、もっとちゃんとねお話ししたかったんですけれどね、っていうところがすごい反省に残ってるんですけれど、ね、皆さん本当に温かいお言葉とかプレゼントとかお手紙とかお花とか、ね、本当に本当に嬉しかったです。北海道とはいえ、ね、広いので 4,5 時間かけて来てくださったりとか、あとはねお盆で帰省で北海道にちょうど来られていて、そのタイミングで道外の方にも来てもらえたりとか、ありがとうございました。私は逆にお盆だから忙しくてあんまりお客さん来れないかなって思ってたんですけど、そう逆でね、本当にありがたかったです。オープンしてこんなに編み物する方近くにいたんだってことを一番気づけてね、これからねもっともっとお店をねよくして、何回来ても楽しいなって思ってもらえるようにしたいなって思うので、そうカフェの部分ではメニューとかもねちょっとインスタに書いたんですけど、もう少ししたらトーストも始めたいなって思ってたりとか、あと最近アールグレー香る桃丸ごとアイスっていうアイスも始めたりとか、あとケイト屋の方ではそう今から紹介するんですけど、新しく新商品とかいろいろね取り入れて、また行きたいなって思ってもらえるようにこれからもね頑張りたいと思います。本当に本当に本当にありがとうございました。ちょっと嬉しかったエピソードとかもあるので、それはねこれからお休み前の飲み会とかでお話できたらなって思ってます。じゃあ早速ケイト屋の方に行って、新入荷のものとか再入荷したものを紹介していきたいなって思います。じゃーん、この編みぐるみの本入荷しました。オープンした初日になくなってしまって、この本がね欲しいって言ってくださる方も多かったので、すごくねもうなくてね申し訳ないなって思ってたんですけど、思ったよりも早く再入荷しました。結構ね欲しいって言ってくださる方が多かったので、ちょっと多めにあります。この本かわいいですよね。はい、こちらも明日8月20日からお店に再入荷します。ちょっとね今のお店の商品の感じを紹介しようと思います。まずこちら、私が染めた糸コーナーはこんな感じで、ちょっと糸が品薄状態になってます。でお店オープンする前に 3,4 ヶ月で染めためた糸がほとんどなくなってしまって、そうソックヤーンに関してはもう茜染めのこれしかなくて、本当にありがとうございます。でオープンしてからもとかも頑張って染めたんですけど、そうそれもなくなってしまって、で生地糸がもう今なくて、
発注して今来るのを待ってるんですけど、そうなのでもしねこの犬ヤーンが欲しいなって思ってくださる方には本当に申し訳ないんですけれど、今はこんな状況です。でもさっきモグラコーヒーをね欲しいって言ってくださる方が多かったので、本当にもう少ないんですけれど、お店にある分の生地糸は全部モグラコーヒーを染めたので、モグラコーヒーはちょっと増えます。でも明日乾くかちょっと微妙なんですけど、乾いたら明日からモグラコーヒーも並びます。で次ここなんですけれど、そう前はねここフースの糸とか本をね置いてたんですけれど、ここはいろいろ新しいものが入ったら入れ替えておきたいなって思ってるスペースで、そう今はこの革のグッズとか、そう今ハリホルダーがねから増えました。一回革グッズもほとんどなくなってしまったんですけれど、メジャーとかもねあります。このねハリホルダーの使い方とかはお店でお伝えすることもできますね。バオパリクリップはね結構まとめ買いしてくださる方も多くて可愛いですよね。はい、こちらとで、ちょっとこっちはオープンの時はなかったんですけれど、ヒヤヒヤの付け替え輪針セット先週ね新入荷しました。でもちょっとね今バンブーしか残ってなくて、ステンレスの方が人気でなくなっちゃったんですけれど、バンブーもすごい使いやすいです。これはヒヤヒヤのとじ針です。こんな感じでカラフルで先が曲がっていて使いやすいです。隣は細かいね編み物グッズのコーナーなんですけれど、そう新しくねこのココニッツのこの針の太さをね測るゲージ、ニードルゲージが新しくあります。カラフルで結構ねコンパクトになるので編み物ポーチとかにも入って便利だと思います。そう針に刻印何ミリとかあるんですけれど、結構針使ってたらそれがね薄くなってきちゃったりするので、そういう時にあると便利です。はい、あとはこっちはマーカーです。マーカーがねガラスのマーカーがすごく人気で、そうクローバーとかハートがね結構今少ないんですけれど、そう新しくねインスタグラムでも載せた鳥ちゃんが来ました。鳥がねすっごい可愛いです。でこれ見てください、このね鳥を飛ばせてますこのね鳥が結構ね翼の色とかがちょっとずつ違うので、お気に入りの子をね見つけてほしいなって思います。なんか鳥大きく感じると思うんですけれど、クローバーとかとそんな大きさは変わらなくて使いやすい大きさです。ぜひ編みかけの編み地に飛ばせてほしいなって思います。かわいいです。あとはガラスビーズでいくと、ちょっと見づらいけどヨーヨーみたいな夏らしい涼しげな丸玉のマーカーも新しくあります。はい、あとはこのミニポンっていう、ポンポンっていう編み物雑誌、海外の雑誌なんですけれどね、この本も可愛いです。この後ろにね、あるこのパターンが載ってるんですけれど、英文パターンの本です。で、0ヶ月から10歳までのサイズ展開がある本なので、1冊買ったらね、結構しばらく楽しめる本です。あと、こっちにはね、このさっきの入荷した本、ちょっとこれ外しておきます。これもソールドアウトも外しておきます。はい、このね可愛いうずさんのいろはで編むグラニー模様のサークルマットのキットも再入荷してます。結構ね初心者の方でも見やすくて
おすすめなので、実物もあるのでぜひチェックしてみてください。このエミリーで編むネットバッグも今は全色あります。あとフースさんで新しくこのお花モチーフのマルチカバー、ひめひまさんのキットも新入荷しました。で、私もね編みたくて、そう昨日ね編み始めたんですよ。でまだモチーフ2つしかできてないんですけれど、まあ見かけにはなっちゃうんですけれどね、これも近くに置いておくので気になる方、フースのソフトの糸で編むキットなんですけれど、すっごい柔らかくて気持ちいいのでぜひ触ってみてください。こんな感じでフースさんのファクトリー糸もちょっとなくなってた糸だったんですけれど、ちーちゃんがマッハで送ってくれました。あと梅麦で取り扱っているフースの毛糸は今全色ある状態です。また8月20日からお店でお待ちしております。皆さんのね糸をね選ぶのを一緒に、ね、お話ししながらお手伝いしたりするのがもう本当に本当に楽しいです。皆さん改めていつもありがとうございます。最後まで動画見てくださってありがとうございました。